小町です。お願いします。人生100年時代、こっちおいで。すいません、すいません、小町です。すいません、ごめんなさいね、ごめんなさい、失礼しました。あのですね、僕ちょっと犬欲しいな思って今度ペットショップ行くんですよね。いやいや、ちょ、待って待って待って。は？スミッペがペットショップ？うん。ペットショップって犬とか猫とかいっぱいおるね。おとなしくしとかなあかんで。おとなしくするもう心配やね。すいません、あの、このままやったらね、怖いから。ほんでペットショップに犬買いに行ったことあるし、店員さんするからお客さんとして一回来てみ。ええの？ええよ。ありがとう、ちょ、マジでありがとう。今度夢に出てきてあげるわ。絶対出てこんといて。早く入ってきて。はい、ウィーン。いらっしゃいませ。下から失礼します、スミッペです。危ない危ない危ない。お客様、あの、どういうつもりですか？ポールダンスの時間です。やめてください。お客様、ポールダンスを踊るのおやめください。お客様、聞こえてますか？パナソニー、帰ってください。あの、動物たちに悪影響も。今すぐ帰ってください。失礼しました。あの、今日はね、日本円と動物の命を交換しに来ました。あ、そんな言い方おやめください。すいません、はい。あの、付き添いの方とかいないんですか？はい。お一人ですか？あ、一人です。ここにドリカムが来たら3人になります。来ないので一人ですか？絶対に来ないので。あ、いや、まあ、はいはい、もうお客様いいですか？すいません。いいですか？はい、ではね、はい、ワンちゃんか猫ちゃん、はい、どっちがいいですか？ワンちゃん、ワンちゃん、ワンちゃん、ワンちゃん。今日はワンちゃんです。はい、はい、はい。当店のワンちゃんは、はい、こちら20匹ほどご用意して。うわー、かわいい、かわいい、かわいすぎてしんどい、しんどい、痛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 い。ワンちゃんにもね、はい、性格があって、はい、いろんなタイプの子がいますよ。どうしよう、決めきれへん。結構迷いますよね。どうしよう。お客様、あの、他の動物たちのペース、あの、お客様、何してんの。あの、唯一動じてないこの豆柴ください。やめてもらっていいですか？何事かと思いましたよ。わざとじゃないんですよ。それが立場で。すいません、あの、抱っこさせてください。お願いします。ワンちゃんに危害加えないでください。そういうことは絶対にしません。本当ですか？そういうことは絶対にしません。わかりました、わかりました。少々お待ちくださいね。かわいい、かわいい、かわいい。あー、はまってもうたー。どうしよう。まかが、危ない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 。上に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 。アップ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 。頭にちょぼん、どっちもかわいい。あー、終了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 。全然意味わからない。あんねん。絶対ペットショップ行ったかも。無理。萌えはどうました？